られる7つの秘訣、最後のその7は、じゃん、生き方は自分で選んでいいです。なあ、さあこれはどういうことかっていうとね、はい、ちょっとねがっかりするというかショックなデータがあって、はい、緩和ケアとしてもう要するに余命がね、治療ができなくて、あの最後の人生、はいはいはい、最後を過ごす状態になっているんですよ、ね、緩和ケアの人たちがね、死ぬ間際に看護師さんに残す後悔のベスト5っていうのがあってね、その中の3つどういうことになるかというと、あんなに仕事ばかり しなくてもよかったなっていうやつ、それからもっと自分の気持ちを表し勇気を持てばよかったな、伝えればよかったな、その3、自分をもっと幸せにしてあげればよかったな、もっとやりたいことやっていけばよかったなっていうのがほとんどの人が言い残して亡くなっていくんですって、いやーこれね、野口さんに言われたのよ、もうねその年で気づいてよかったなって、やり直し好きだよねもしかしたらみんなね、特に日本人っていうのはね、もう DNA の中に組み込まれていて、はい、これは脳科学の中野信子先生が言ってるんだけど、もともと日本人はセロトニンっていうのは少ないから、心配性の生き物ってね、人間世界中で一番心配性なのが日本人、それはもうあの DNA の中に入ってる、入ってる、うん、だから一番それをよく表してるから、サッカーの試合をやったときにね、はい、シュートを決めると、そのシュートが入らなかったときの反応を見てると分かる、日本チームは、日本チームはシュートを決めて入らなかったときどういうリアクションしますっていうことですかね、もう頭抱えてたりね、ガッツポーズする人まずいないでしょ、もうなんかどうしようみたいな、人生終わりみたいなの方にしちゃうって、うん、これはね、いや困ったな、ね、なんて言われるかな、失敗しちゃったな、悪いなっていうのがすごく働いちゃうんだって、うん、心配性だから、うん、でもこれ南米とかに行くとね、外すとウォーナイスチャレンジ、みんなで手を取る、うん、これだけ違うっていうわけだから、なんか失敗したらどうしようって心配性が先に立って行動しないで終わっちゃう人がすごく多い、でもサッカーなんて、いや俺に来て蹴って失敗したら困るからもう一回パス回すよ、俺も困るからお前にパス回すよ、やってるうちに取られちゃうわけですよ、女子のワールドカップでほら優勝した時の澤選手、はい、PK 澤選手は辞退したからね、そうなんです辞退というか最後にしてくれる、外してくれるんだっていうぐらいね、うん、PK を蹴りたくないって、だからその責任感が強くていい面もあるけれども、それがマイナスに働いちゃって、その思うことができないで自分の殻を縛ってる人がすごく多いんじゃないかなって、何せ今そう見えないかもしれないけど、クロネーはその典型でした、見えないでしょ、消極的、いやいや優等生でいなきゃいけないと思ってたのよ、幼少期優等生はね、ブルーのウィッグはかぶないですよ、変えられたのよ、だからそれを気づいたり変えたりするきっかけをね、まあ、もらえたから気づいてよかったなってその奥さんに言われたわけなんだけど、これさ、今ねこの本あるでしょ、リンダ・グラットの書いた、ライフシフトって今から100年の人生100年の時代になっていくってこの本になったことある、はい、結構有名な本だよ、ないですか、もう全然読んでないですよ、題名は知ってます、題名は知ってるね、うん、はい、ライフシフト白本みたいな、暑いのね、こんだけ分厚いからこれをギュッと縮めてギュッと縮めて一言で言います、これをね、これ3年ぐらい前に読んだんだけど、インディペンデントプロデューサーって黒目が一時期名刺につけてるのか、インディペンデントプロデューサー何してるのって言われたら、インディペンデントプロデューサーです、ところが下噛みそうだからちょっとやめたんだけどね、これどういう生き方かっていうとね、直訳すると、独立生産者ってなります、直訳するとね、インディペンデント、うん、でもこれは要するに、ね、職業を探す人ではなくて、自分の生き方職業を、決める人、自分で職業を作り出す人のことを言うの。なので雇わない、雇われないという生き方、これが一
中になってくるし、人生100年になるともう60歳で定年して何もしなくていいですよっていう時代じゃなかった。60歳からまた新たなスキルで、ね、新しいことを始める人生の時間がすごく長くなる、うん、だから60、70、80でも現役で働いていたいよっていう時代にもなってますよと、うん、その時にそうなんです。自分の、今まであったスキルを切り売りしちゃうと必ず疲弊してなくなっちゃう。新しいことにチャレンジした方がいいんだよね。だからアイディアとかね、持ってることとか誰かとコラボすることに、そういうことをしていって自分のできることで、例えばね、あの人堀山も言ってるんだけど、肩書きを3つ持てば100万人に1人の人になれるんだけど、うん、これちょっと計算合ってるかどうかかな、1人の人が、いや、あのこれね、リクルートの元何て言ったらいいかな、1つの職で100人に1人の才能を持ってるとしたら、うんうん、それがね、3つ持つってことですよ。そう、あのね、藤原和弘さんという人に言ったけど、はい、約1つのことを1万時間やれば、うん、そのスペシャリストになれるんだって言いますね、うん、で1万時間ってどのぐらいかかると思う？1日例えば8時間仕事する人は1万時間で計算してたら確か8年ぐらい計算弱いんだよな。8年ぐらい8時間10年までかかなかった計算して出てない。なんかね、確かそうするとってことは、まあ、プロフェッショナルぐらいになれるってことです、うん、1万時間、ね、これからのスポーツで1人の存在で、うん、でも2つあれば 100×100 で1万人の人になるでしょ。でそれにまたもう1つ3つ持てば 100×100 から100万人になる。100万人に1人になれる、うん、すごいスペシャリストでしょ。3つの職業でプロになれるのね、うん、プロにならなくて何か極めて、そうそうそう、それを掛け算すればいいと、うん、それでプロでも考えてみたけど、ちょっとこのコミュニケーション講師も何十年やってるんだ、うんうん、でまずは100人1人になれてるかなって、それから印象分析も20年やってるじゃん。そうですね。でラジオパーソナリティ10年やってるじゃん。10年だ。これすんごいこと、100万人どころじゃないかもしれない。まあだって仙台に1人しかいないからね、このブルービック株式で100万人に1人で、まさしく。まさしくね、うん。で、これは好きなことをやってきただけなの。ね、ラジオなんてさ、お金もらってないんだから、もらえちゃった。でも好きなことをやり続けたら、あれ、100万人に1人になっちゃったみたいな。だからそのスキルを、もうクラブハウスの中で全部無償でカウンセリングしてるの。いいんじゃない。聞いた人がね、いいんですか、そこまで深く言われるの、いいのいいのいいのって、みんなが喜んでくれればって。そしたらね、神戸の人がね、3回ぐらい来たのよ、私の部屋に。もうやっとね、黒姉に言われたことが刺さったんですよ、それで人生変わりました、だからなんかお礼したいとかね、見たらね、じゃあぜひ神戸にステーキ食べに来てくださいっていうの。神戸に、うん、西の宮に住んでる人だよ。食いに行く、うん、行く行くって言ったら、その部屋に行った橋本健さんって友達がいるんだけど、ロンドンで、私もいるんだけど、それ聞いたんだけど、一緒に来てくださいって言われて、2人でご招待されて、来月神戸に行くステーキご馳走になってくることになりました。いや、多分ね、これステーキご馳走になるだけじゃないんですよ。また何か始まるんですよ。よくわかんないけどさ、ね、うん、だから黒に行くの。そうだ、大抵そうだ。だって終わったらすぐインスタでメッセージが来て、もう携帯の番号から全部あって、何時に着きますかまた連絡して。あ、まあ、2回しか会ったことないし、一瞬のクラブハウスでは。そうなの ね, ね、だからさっき言ったでしょ、これ公開してシェアしてコピーする、おー、もう出し惜しみしない、うん、もう全部使ってしまうっていう感じなのね。だからこれからはね、自分の生き方は自分で選んでいいの、人に決められるものじゃないよっていうこと。ぜひね、皆さんも好きな生き方を選んでほしいなと思います。まあ、このクラブハウス の, この情報の発信し方っていうのが今までの SNS では全くない、ない、ありえないし、すごいこの情報量もありますよね、うん、この中で発信し続けた人は、うん、おそらく100万人のところのことじゃなくなるでしょうね。日本の人とも、ね、コラボがやったりもしたら ね, ね、おどけで猫となる、なるほど、早いかな、おどけで猫早いんだよっていうことなので、ぜひ皆さん今日からでも遅くないので、自分の言い方を自分で決めるをやってみてください。はい。
あのまだね、はい、初心者という方は、はい、クロネー の, あの認証分析のアイコンのところに入ってもらうと、はいはい、どんなことやってるか、どういう使い方ができるか多分分かると思うんですね。そうなんですね、はい、明日が12日でしょ、12日の午前8時から10時でイベントアップしてます。アイコン分析、アイコン分析、はい、それでね、ちょこちょこっとこう立ち上げるとね、すぐ入ってくるのよ、うん、そしたらね、あの入ったらずっと並んでて、そうだね、一人一人長いからね、だから行けなかったんですっていう人がいたので、じゃあそこにはニコちゃんマークつけて、プロネアイコン分析希望って書いておいてねって言ったら、そういう人がいっぱいプロフィールが、はい、上がってきてくれると思いますので、はい、お待ちしております、はい、そしてクロネアはね、先ほども言いましたけれども、ギネスの部屋あるんです、はい、みんなでギネス目指そうっていう部屋に、時々出没しておりますので、クロネアの追っかけをしたい人はですね、クロネーのプロフィールのところをピッと出していただくと、あのベルマークがついてます、はい、そこをピッとタップしていただくと、クロネーのストーカーになれますで、結構ストーカーってさ、開くたびに入ってくる人いるんだよね。クロネーがどっかのルームに入ると、はい、連絡が行くと、お知らせがここに入ってますよって言われかけるんですね、はいはい、なのでそちらに飛んできていただきたいなと思います。はい、というわけで今すぐハッピーになれる7つの秘訣以上でした、はい、ありがとうございました。